アンナ・カタリーナ・ベーンケは、ドイツのソプラノ歌手。リハルト・シュトラウスやワーグナーのオペラを得意とする。ドイツ・ブッパータール生まれ。ミュンヘン音楽大学在学中に、ウィーン・カンマー・オーパーでデビュー。プラハ国立歌劇場、パリ・オペラ・ザ・ボローニャ歌劇場、ライン、ドイツ・オペラなどで、ランメルモールのルチア、ルル、サロメ、アイーダのタイトルロール。 バラの騎士の元帥夫人、オテロのデズデーモナなどを演じる。2002年、サロメで、ミラノスカラザデビュー。パリシャトレザ、アラベラタイトルロール、SMR と劇場、ローエングリニエルザ、フランダースオペラで、フィデリオを歌う。その後、ボリーショイ劇場、サマヨエル、オランダ人全タ、ザクセン修理カ劇場デビューの、 ナクソス島のアリアドネタイトルロール、マドリードのレアル劇場デビューのボツェック・マリーなど、世界各地で活躍。最近では、タンホイザー・ベーヌス、エレクトラタイトルロール、トリスタント・イゾルデ・イゾルデなどを演じている。日本には2004年新日本フィルハーモニー、公共楽団定期、サロメタイトルロールに出演。2011年4月には、 東日本大震災の影響で来日しなかった、カミラ・ニー・ルンとの代役として、新国立劇場、バラの騎士の元帥夫人を歌い、好評を博す。2012年1月には、読売日本交響楽団との共演が予定されている。ありがとうございます。